でおめでとうございます本当に。ありがとうございます。本当に教育真剣にやりたいんだったらずっと日本にいたら無理だよ。最初も英検準2級とかからやってた。トフルのスピーキングって難しくないですか。どうやってやってったんですかそっから。めっちゃ嬉しくて、そうだこの人たちだってできたんだ、じゃあ私もできるんだって思い出させて、うん、そうで始まりましたモテチャンネルです。さてさて、本当に緊急で動画を撮ってるという感じになります。なんとですね、昨日ですねビリギャルこと小林さやかさんがコロンビア大学に合格したっていうのをですねサブチャンネルで上げて、その英語指導に関わっていた島津さんと動画撮ったんですけども、ご本人から連絡をいただきまして急遽お話できることになりましたので動画にしたいと思います。ビリギャルにインタビューという形になります。初めましてお願いします。はじめまして、よろしくお願いします。はい、でも急でありがとうございます。いえいえ、動画見てます。ありがとうございます、光栄です。でおめでとうございます本当に。ありがとうございます、ありがとうございます、本当にほっとしてます。でもすごいですねコロンビアって。嬉しい本当に。なかなか行けるもんじゃないですからね。本当ですよね。コロンビアってでも日本人どんぐらい知ってんですかね。まあ昔はね宇多田ヒカルで有名になりましたけどね、アイビーリーグすら知らない人も日本人はいっぱいいるんで。本当になんか私も目指してみて、教育に携わってるとやっぱコロンビアのティーチャーズカレッジっていうのはもうみんな知ってるけど、一般の人とか特にね若い子たちは知らないだろうなと思いつつ行きたいところだったんでよかったんですけど。あ、よかった、すごいですね。まあなんかさっき島津さんとお話ししたんですけど、最初は英会話ができればみたいな感じだったんですよね。いやそう、まあ英会話できもうかっこいいじゃないですか、やっぱ英語喋れるしいいなみたいなのは思ってて、でしかも私の妹が中学卒業して高校3年間ニュージーランド行ったんですよ。そうなんですね、うん、ちょっと日本の教育が合わないだろうなという子だ。それこそ私の恩師の坪田先生とうちのお母さんで相談して、まあ、ちょっと学校探して行ってたんですよ。だから留学っていうのは結構身近だったんですけど、妹が言ってた、うん、だけどちょっと私は好きだなと思ってたんですよねずっとね、うんうん、それがどうしてその英会話っていうところから大学留学にまで行ったんですか。いや英会話できたらいいなっていうのはもう生涯ずっと思ってたんですけど、なんかやっぱり英語難しいじゃないですか。やっぱりなんか、うん、慶応の受験の時はもちろんねいっぱい勉強して、はい、長文はまあ割かし早く読めるようには一旦はなったんですけど、喋るのと聞くのと書くのとやっぱり全然違うので慣れたらいいなとはもちろん思ってましたけど、ただまあ今回の留学の、まあ、最初のきっかけはやはり坪田先生の言葉がすごく大きくて、はい、ある時なんかご飯食べた帰り道にタクシーの中で坪田先生がなんかスマホ、本当めっちゃ覚えてるんですけどスマホなんか触りながら先生が、でも最後ちゃんさ本当に教育真剣にやりたいんだったらずっと日本にいたら無理だよとか言われて、一回日本から出ないとお話にならないよみたいなことを言われて、まあ、先生は高校大学と海外なので、うん、日本の教育しか知らないのにどうやって日本の教育変えるのみたいな。おや、なるほどなるほど、うん、だから君はやっぱどうしてもどっかしらでは絶対海外行かないとダメだよ、うん、いうのを先生は多分覚えてないと思うんですけど、先生がスマホ触りながら私に言ったんですよね、でその言葉がなんか結構ずっと残ってて、ついに言われたかっていう感じ、うん、なんか思ってたし、尊敬できる教育者というか教育に携わる方々、私にすごい刺激をくださる方みんなやっぱり海外行った経験を持ってるし、私も留学すればよかったなってずっと思ってて、その言葉を言われて、まあ、その時は正直もう30超えてたし、いや難しいだろう今からはってね、仕事もいっぱいあったし英語もできないしとかいろいろ考えて、ちょっと考えないようにしてたんですけど、やっぱりその言葉が離れなくって頭から。それで今夫と住んでんですけど、夫と結婚したばっかりの時に、それがもう2年ぐらい前なんですけど、留学してみたいんだよなみたいなことをボソッと言った時に彼が背中を押してくれて、面白そう、いいじゃんいいじゃんみたいな、俺も行こっかなみたいな感じで、それでそんな風に言ってくれるんだったら私本気でちょっと目指そうかなって思った。慶応の中ではそんな英語に触れる機会あんまりなかった。いやそれが本当にまあ触れる機会を多分求めればいっぱいあったんでしょうけど、英語の授業はあったけど覚えてないぐらいですね。ああそういう感じだったんだね、うん、だからもう本当に大学受験終わって15年間英語を理解しようとすら思ったことない。いや島津さんが最初も英検準2級とかからやってたって言ってたんで、うん本当にそんな感じで、はい、いやそこからトフル100何点でしたっけ。104ですよね、もうとんでもない上昇率。
ですけど、いやもう104あったら、まあやっぱり世の中で英語できますけどって言ってる人たちの大半よりできますからね、104。いやまだできるって言っちゃいけないレベルなんですけど、まあでも1年前に比べたらね、だいぶできるようにはなったし、なんか最近新幹線とか乗るじゃないですか、で日本語のねアナウンスの後に英語でも流れるじゃん、 あれをまあ今までいかに自分が聞いてなかったかっていうことが分かった。あ、なるほど。英語が分かるようになって、理解しようとしなくてもスッと入ってくるようになった時に、ああ私英語できるようになってきた、そうですよね。多くの人はそうですね、単なるノイズになっちゃってますけど、 This train is bound for とかっていうのを普通に聞こえるようになるんですよね。そうやって言ってたんだみたいな、なんか本当に意識も向いてなかった状態が、多少英語をツールとして使えるレベルにはなってきたのかなっていうのはちょっと感じますね。まず最初の受験で60点ぐらいでしたよね、確かトフル。62点、2021年の8月。そこ60までどうしたんですか。英検準2級から60点ってものすごい距離がありますけど。実は最初なんか島津さんも言ってたけど、 IELTS やれって言われて。そうですよね、はい、島津さん IELTS 教なのでそうですね、もうさやかさん時代は IELTS ですみたいな感じだったんで、あマジじゃあ IELTS で行こうかみたいな、ぬるっとゆっくり始めたんですけど、調べてみると学校によってはTOEFLしか受け入れてない学校もあって、やっぱり、ね、アメリカとかはそうですよね。そうで、私アメリカにどうしても行きたかったんで、IELTS 頑張って 7.5 とか取っても出願できなかったらやばいなと思って、でまだ先あんまり志望校とかちゃんと決めれてない状態だったので、だからまあ一応トッフルに切り替えとこうかっていう感じで切り替えたんですけど、だから IELTS はそれまでにももう 3,4 回ぐらい受けてたんですよ。そうだったんですね。基礎があったわけですね、 IELTS を受けたその基礎で。そうでもまあ IELTS も5とかだったんですけど、英検2級準1級ぐらいまでのボキャブラリーと中学校英文法ぐらいはちゃんとやって、まあある程度基礎を入れてからトッフルは受けたので、まあ、だから本当の本当の最初に受けてたら多分40点とかしか取れなかったんじゃないかな。いやすごいですよ。それスピーキングとかライティングはやっぱ結構当てずっぽうですね。それは当てずっぽうリスニングはもう全部当てずっぽうでした。だから何っていうか最初から最後まで分かんなかったんで、だからもう当てずっぽうで10点ぐらい。はいはいはい。あ結構当たったみたいな感じで、トフルのスピーキングってむずくないですか。あれ難しいです。はい、なんか言ったって感じ。そっか、聞こえないと喋れないですもんね、あれね。そうで、そんな早くもまだ読めなかったし、はいはい、だからあーんとみたいな感じで、なんか適当に喋ってなんとか場をつなぐみたいな感じで、だから結構それでも13点とかもらえたんで。そうだったんですね。あそんなでも13点もらえるんだって感じ、うん、リーディングで取った感じですか。そうですね、リーディングが一番最初に、まあ、ちょっとはできるように戻ったので、うん、21点だったかな最初。で、あとはじゃあライティングのインディペンデントで、ね、まあでも対策全然やんなかったんで10点ちょい。そっか、それでやったわけですね。うわーすごい大変じゃないですか。だって最初あんな地獄のものを長時間味わわなきゃいけない。いや本当に苦痛でしたね。早く終わんないかなって感じだった。それが100超えるまで、どうやってやってったんですか、そっから。いやもうまずはやっぱり基礎がないと。私も大学受験の時も坪田先生にすごく言われてたのが、もうとにかく君基礎がないんだから、応用とか難しいのやったって仕方ないんだから基礎をとにかく固めろよみたいなことを高校の時もやったんで、その法則はまあその時も英語学習も変わらないだろうなと思ったんで、もうとにかく語彙力、もう大学受験の時にいっぱい詰め込んだのも全部抜けてたって、本当リクワイヤーとか分かんなかったんですよ。はいはいはい、はい、そうそう、もう要求するが出てこなかったんですね。あそうそう、リクワイヤーってなんか聞いたことはあるかどうかも分かんないぐらい全部抜けてて、だからもう本当に基本的な語彙力からもうトフルに出そうなやつ全部、トフル3800をレベル3何回も何回もやって、であとはもう SVOC とか古文系から現在完了系全然分かんなくて、はいはいはい、私平王に訴えられそうなぐらいそんなのも分かってないけどだから森哲さんの動画見たり、あのいろんな YouTuber と か, なんか分かんない文法に出会ったら、その都度参考書とか YouTube とかで検索して一個一個潰してってっていうのを、まあ、1、2年ぐらいやりましたね。すごい。だって1日やっぱ10時間ぐらいやってたって、まあ、いやでも10時間やれる時は結構稀で、まあ、8時間ぐらいできるようにはしてますね。私結構コロナの前は公園三昧だったんで、はい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 、毎日新幹線か飛行機乗って
ってどっか行って年間120回やってたから結構3日に1回だからもう家にほとんど入れないようなぐらいの感じだったんだけど、これで勉強無理だなと思って、それで仕事を減らして勉強しないとなと思ってた時にコロナが流行ったんですよ。なるほど。それで仕事を自分から積極的にがっつり減らさずとも時間ができたっていう感じ。そういうことがあったからですね。それは大きかったですね。スピーキングライティングはどうやったんですか？まあでも先にリスニングできないと。あ、そうですね。インテグリティがあるんで。リスニングはかなり時間がかかりましたね。もう1年ぐらい私もうちょっと耳おかしいんじゃないかなと思いながらやってた。もう全然上がんなくて15点ぐらい。でもさ、ちょっと24とか出るようになったな。でも24でも足りないんで、104取るために。ね、ハーバード104だったから、足切り。なので、どうしてもリスニングとリーディングで28点以上は。セクション取りたかったんだけど全然取れなくて本当に辛くてもう諦めようかと思った時に突然28点しか出なくなった瞬間があって、おいおいおい、でリーディング29、リスニング28みたいな感じ でスピーキングは、ね、まあ最高24で、ライティングは最高26ぐらい出るようにはなりましたね、最後ね。なるほど。いや、すごいっすよ。訓練したんですか、こう喋る。喋りました、うん。毎日オンライン英会話はもちろんしたし、まあ一人でブツブツ練習もしたし。で、ライティングの添削とか。添削はありました。トフレを使いました。トフル、まあ特化したオンライン講座みたいなのが受けれて、普通の塾とかよりは安価で受けれるんで、それに添削コースみたいなのもやりましたし。なるほど。もうこれでどうします、めちゃめちゃそこがバーンと申し込みがいやでもトフレは安価だしいいんじゃないかなと思いますね。結局ね、もう英語はね、もう自分で根気よくやるしかないですね、やっぱりね。私結構もう英語学習においては結構一人で本当にやったので、いろんな先輩方のブログ読んだりとか、にゃんこ先生のブログいっぱい読んだりとか、YouTuber 見てみたりとか、本当にいろんな人に相談していいな、やってみたいなと思ったものを試して、いやこれ違うなって自分で、まあ、断捨離してったり、もう本当に手探りだったんで、正直何が一番効いたかとかちょっと分かんないぐらいやりましたよ。なるほど、それぐらいやったわけですね。志望理由書だったりとか、まあ、当然英語以外で、まあ、それも英語はかかってきますけど、そういうのも頑張って書いたわけですよね。書きましたね、本当に。それこそあのいろんな人にエッセイ読んでもらって、在学生に添削してもらったりとか、やっぱりそのプログラムのことをよく知ってる人に添削してもらいたかったので、その人にいきなり連絡してこういうものなんですけどって言って、ズームでお話しして、こういうことが学びたいんですけど、なんかぴったりな教授のお名前とか思い浮かべますかとか、結構在学生とかにもいきなり連絡して話聞いて、本当にみんないい人で、もうみんないろんなこと教えてくれて、で本当に時間を使って添削してくれたり、本当に助けもらえました。本当に皆さんのおかげだなと思って。あ、すごいですね。これ UCLA とコロンビア悩みました？悩みました。私も正直ハーバード志望だったんですけど、ハーバード教育大学院に行く日本人って年に本当に数人しかいなくってっていうのを知ってて、知ってたんだけど、やっぱり受かるって思ってやらないと、ね、いいエッセイも書けないと思ったから、本当に一生懸命リサーチもして何回も書き直して、自分の中ではすごく納得できるエッセイを出したので、結構へこんだんですよ。やっぱり思いが強く受かると思って出してますからね、全てそうじゃないとダメだと思ってるし、もちろん狭き門だって分かってたけど、なんか落ちた時に結構へこんじゃって、でその時点でまだ一校も合格もらってなかったんですよ。なるほど、なるほど。でも、あ、もうダメだ、私今年は行けないんだってその時すごく思って、イギリスとかオランダとか の追加で出す大学院とかリサーチし始めて、はいはいはい、そしたらまあ2日後にコロンビアから合格いただけて、めっちゃ嬉しくて、コロンビアなんてもう十分すぎるじゃないですか。素晴らしい大学ですよ。もう本当に嬉しくって、でその2日後ぐらいに UCLA からももらって、いやもう大成功と言っていいんじゃないかと思うぐらい、うん、どうやって決めました？2つ、一つは期間が UCLA は1年のプログラムで、ああそうだったんですね、コロンビアは2年だったんですね。で私やっぱり1年って本当にすぐ終わっちゃうなと思って、
って、うん、正直コロンビア以外のプログラム全部1年だったんですよ、ハーバーバンド。ええー、そうだったね、うんうん、なので1年かと思って、ちょっとなんかどうにか2年ぐらいは入れないだろうかってずっと考えてたぐらいだったので、うん、あとはこれまで教育活動7年ぐらいやってきて、やりたいことも結構明確にあったので、まあ、日本の大学院で学習科学とか認知科学を学んでて、でそこをもう少しちゃんと研究したいという思いがすごく強かったので、それがまあできる大学がまあコロンビアの方が近いだろうなというのと、あとはやっぱりコロンビアはすごく人数も多いし、日本人の先輩方とか同級生もプログラムもたくさんあるので、たくさんいらっしゃるだろうなというのもあって、まあ、ネットワークとか、まあ、情報交換が、まあ、ニューヨークって街もありますけどもできやすいんじゃないかなと思ったのも一つですね、はい、なるほど、そういう感じだったんですね。大学受験の時の成功体験とかは勉強に役立ちました？あ、いや、もちろん私はやっぱりやれば伸びるって知ってたので、まあ、やってないだけなんだから、うん、今までサボってきた分短期間でいっぱいやんなきゃいけないっていうのは分かってたし、まあ、できなくはないだろうと思ってたので頑張ってよかった。だってやってる人もねいっぱいいるし、その同じことをね、うん、1年でトフル100点超えましたみたいな人もブログに書いてる人とかもたくさん見て、はいはいはい、そうだこの人たちだってできたんだ、じゃあ私もできるんだって思い聞かせて、うんうん、はい、孤独な学習をずっと続けて、でも本当に今回思ったのは、高校の時はやっぱり情報も全然足りてなかった、今みたいに YouTube とかもないし、坪田先生の存在大きかったなと思いますね。なんか、うん、そうですよね、何が正しいかとか、まあ、学習においては特にね、いろんな説もあって、いろんな個人の違いもありますよね。自分に合う学習法っていうのを見つけるのってやっぱりすごく難しいし、うん、本当にこれで伸びるのかなっていうのは結構ね、学習者にとってはすごく不安なところを、坪田先生にこれやれあれやれってこう方針とか、なんでこれやんなきゃいけないかっていうのはすごく丁寧に説明してくれる先生だったんで、そういう先生がいたからあの時私やっぱりできたんだなってすごく思いましたね。今回そういう存在がいなかったので、そこが結構難しかった。それが一番大変だったところですか？大変だった、やっぱり、うん、だって結果が出るまでやっぱりある程度時間かかるじゃないですか、はいはい、そうね、それで合ってるのかなってっていうのはすごく不安でしたね、常に。いや、これはでもやっぱり本当に全国の勉強してる人たち、まあ、特に英語学習してる人たちにとってすごい勇気になると思うんで。いや、そうだといいな本当に、うん、あ、大人でもできるんだっていうのをですね見せてもらえたんで、いや、これはすごい大きいなって思ってますね。どうですか、そうなると。あとね、やっぱりもっと海外に行きたいって思う人が増えるといいなって。そうですね、じゃあもう YouTube でも海外発信が始まるわけですね。そしたら、そう、私がそんな余裕あるのか分かんないですけど、初めての留学なので、なんか英語もねこんなレベルでは許されないと思ってますし、多分すごい辛いことがきっとあるだろうなって、いろんな留学経験者の話聞きながら想像してますけど、発信はしていきたいので、それもぜひ楽しみにして。バイリンガールに続いてビリーガールか、ね、あと私夫が一緒に行くので、はいはい、ちょっと夫の協力を得ながら YouTube の配信はしていきたいと思ってます。ぜひそれも楽しみにしてますんで、はい、はい、ぜひぜひ見てください、はい、概要欄にチャンネル貼っておきますので、ぜひそちらに、はい、チェックしてください、はい、ありがとうございました。本当に急でいきなりで、ありがとう、本当に、いや本当1時間前ぐらいに決まったんです。そうそうそう、本当ありがとうございます今からもう急いで編集して、また何かありましたら、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、ございます、入れてください、はい、という感じで、もう緊急の緊急で、はい、撮りました。皆さんのモチベーションになってくれるんじゃないかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.